こんばんは、えー、マサイト。ノーカットの演習でお送りしています。一分間委託。今日も情熱くさチャンネルのインストラガオから、えー、経済評論家、情熱くさが五分で解説。和田正,正宗さんに支援共鳴の声があ集まった。その背景、えー、このあまりにも醜いこの日本報酬と関係者の出前や、えー、誹謗、中傷、暴言にあの方も激怒ということで、えー、もうシャインシ,シ… 衆院かな、参院ですね。参院衆院もそして同時、えー、同時この衆参院ですかね選挙が噂されていますけど芝、えー、首相これ少数よとこの <laughs> ジョネさんが言ってますね予算通したらもうやめるべきだと次の自民党総裁っていうことも視野に書かれてますね。えー、麻生さんがこの、うん この前えー、トランプ候報の時に、えー、トランプタワーに会いに行ってますね。えー、し親しく安倍さんの親友ということで麻生さん仲良くしてますが今回このトップ10かなあこのチリであったんかなチリであったんかの、えー、会えなかったですね。まあいいろろとこの えー、まだ正式に大統領になっていないから各国の首脳と会えないということですけどいろいろとこの関係で、えー、特に、えー、和田さんですね、えー、この移民,移民じゃなくてこのあれかなえー、っとこの不法滞在とかいろいろ頑張ってますね自民党の参議院で。 すがもっと一緒に近いグループですけど、いろいろとこの頑張ってますけど、日本保守と関連、関係等が、この、いろいろとこの和田さんに、この、うん、攻撃ですね、えー、まあそういうことで、誹謗中傷ということで、しっかり頑張っているのに、この自民党としてこう和田さんですね、この不法意味、いろいろとそういうのに頑張っているのに、結構、この SNS 等でこ、この、この、誹謗中傷。 暴言が多いということで特に日本保星と関係ですね百田代表が特に作家でありますけどちょっとこの FFSF ですね SF 作家ですけど言ってもそのちょっとあれですね過激な発言がまあ訂正していますけど根本的には、えー、ジョネさんは納得できないということです。はい引き続き続ななかなか私もこの 詳しくはあの内容は知りませんけどこの和田さん頑張ってますね、えー、この、えー、法務委員会法務委員会かなこの,この、えー、不法滞在意味まあ、えー、まあいら、えー、そしてこのまう ベトナム、カンボジア、結構不法移民ですね、えークルド、クルド人、きちんとこの、えー、3回アウトかな、いろいろここの入管法が改正されて、いろいろと適正化このきちんと成果を上げてますので、えー、このきちんとこの入管法ですね、えー、この法務省も自民党もいろいろと和田さんもです、ね、頑張っていますので、頑張ってほしいと思います。熱熱かさ3年のニュースのトラガから、えー、経済評論家情熱かさが 5分で解説、和田正宗に支援、共鳴の声が集まった。その背景はあまりにも醜い日本保守と関係者のデマや誹謗、中傷、暴言に、あの方も激動ということで、ひきゆき、情熱かさ3のニュースのトロガーをウォッチングしていきたいと思います。えー、なかなかまだ、えー、自分自身が、あのー、詳しくこの理解できない部分が多いですけど、ひきゆき、情熱かさ3のニュースのトロガーをウォッチングしていきたいと思います。和田さん頑張ってください、えー。負けないでください。はい、えー、マサトです。マサートの YouTube チャンネル登録またコメントいいねボタンともよろしくお願いしますまた聖書を学びたいというお友達を募集してますのでよろしくお願いします次回の1分間予約でお会いいたしましょうマ、まあ、スタートでしたシ,ーですパセブジーシャロムシャロムシャロム